moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。1月9日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから、今年も頑張ってキウ名古屋お送りいたします。はい、はい、本当だ、うん、キューシートが間違ってましたけど大丈夫ですね。はい、そうですね、はい、もうですね、まあ、王子ね、新年からですね、もうバタバタしちゃってですね、もうねちょっとねお疲れ状態でございますんでね、今年1年大丈夫かしらと思っています。滑り王子マスクマンでございます。はい、やっぱりちょっと最近ね震災関係のニュースが多くて、でもそれでと常々思うのは、やっぱりあったかいお風呂とあったかいこうお布団っていうのは幸せなんだなと、また今ね、今一度かみしめてるみそ煮込みスキーと、いや震災の話がいっぱいなんですけども、まあちょっと今残念なことが一つありまして、はい、スターリンク買いそびれということですね。はい、タイミング逃しましたね。スターリンクという、衛星のインターネットがあるんですけども、そのスターターキットがあって、迷ってたんですよ。安く売ってて、3万3000円で売ってたんですよ。それがですね、具体的な金額まで、じゃあ行こう買おうかなと思ったら、5万5000円になって落ち込んだダンサーでございます。ちょっとタイミング伸ばしましたね。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはフリー。今夜のテーマはフリーです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも放送しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢や、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話052-389-7817東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071
052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。たくさんですね、コインをいただきまして、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。埼玉のゴーさん、ギネスさん、シュプリームさん、はい、ペータさん、はい、本当にたくさんありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これで、うん、これで延長できます。そうだね、はい、やった。次回放送できます。はい、うん、はい、ありがとうございます。沖縄大好きさんもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 FM ギロワンも、うん、我々も潤います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ツイキャスもね、たくさん来てますよ。埼玉の郷さん、ダーサンさん、みそさん、2024マスクちゃん、こんばんは。こんばんは。ちゃんと来ました ね、 ね、うん、沖縄大好きさん、こんばん名古屋。名古屋で、高坊さん、明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。本年もよろしくお願いしま す、 のマース。はい、お願いします。お塩のマースですね、うん、はい、シュプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。さあ、たもんごうさんね、うちの直木屋カレンダー、脱衣場と寝室に鎮座しておりますね。この今スタジオにもねありますけれどもね、うん、これは名古屋でいただきましたね、スタート、ミュージックソンの、ちょっと気になったのが、うん、脱衣所って言われましたよね、うん、脱衣所ですよ、うん、直木屋が常に見られてる。大丈夫ですか、ね、大丈夫ですかね。はい、当然埼玉の郷さんはともかくとしてですね、うん、奥様もねそこで脱衣所ですけどね、うんうんうん、大丈夫ですかね、大丈夫だね。そうだね、見られちゃうよね。はい、高保さん、旧正月の分の挨拶。あ、なるほど、なるほど。うん、で、コンビニ社労士の安さやかさん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、安さんはね、金曜日の21時の、ね、うん、はい、ウィークリーコンビニラジオでも、うん、あ、そう、ね、この前でしたっけ、スタジオから、生でやってましたね。生でね、生で、うん、ギノワンのね、うん、生スタジオ、うんうん、生スタジオってなんだ、ギノワンのスタジオからね、リアルスタジオか、うん、お送りしてましたね。はい、はい、カープボーイさん、味噌煮込みスキーさん、ダンサーさん、ひげを剃ってもヤクミツルさん、皆さん、こんばんわ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 ん。今日びっくりするニュースが入ってきた、八代亜紀さん、うん、ね、うん、そうなんだよね。最近多いですね、うん、大御所の方々がって。そうですよね、うん、そうなんですよ ね、 そうですよね。はい、ね、本当にね。あ、で、山中智文さん、税理士、うん、かっこ税理士、はい、本年もよろしくお願いします。滑り、すごいね、ここで滑り出してきたよ。あのね、こういう感じで来てますけれどもね、ちゃんとですね、はい、相続でお困りごと相談は、うん、税理士法人ベスタックスということでね、はい、ね、スポンサーさんにもなっていただいておりますよ。はいはい、なんで滑ってるんだという相談は受けれない、うん、ないですね。そうだね、まあ、それがね、もし相談がある場合は私にちょっと連絡ください。2人でちょっと考えてみましょう。お黙り。
はい、ペーターさんで、ね、たくさん今夜ありがとうございます。フリーズ、ああ。あれちょっとペーターさん殴らないで、ちょっと、ギネスさん、名古屋の皆様こんばんは。はい、こんばんは。あ、埼玉の郷さん、王子どうしたのって、これはですね、はい、メールを、読んだ時に分かると思いますんで、はい、うん、あ、なんか、うん、なんか考えてたのね。そうなんですよ、はい、はい、うん、岐阜の9人のバーバーさん、キウ名古屋の皆さんこんばんは。寒いですね、夕ご飯作りながら聞いてますということでね、今ね、ご飯作っていらっしゃるので、うんうん、大変です、忙しいですね、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、FMJGC1 さんこんばんは。1週間早いです。そうだね、早いですよ、本当あっという間だですね。先週はですね、はい、ツイキャスト、うん、FM 波、はい、別内容で送ったという、うん、超マニアックな放送をしてましたけど、そうそう、ね、かなり FM1 でこのスタイルって初めてなんじゃないですかね。多分ないんじゃないですかね。ないですよね、多分ね、それぞれ別内容ね、一つで二度おいしい状態でしたけど、はい、ね、あ、で FMJG 新一さんはですね、もうスポンサーさんになっていただいてるんですけれどもね、うん、はい、今ね、キウ名古屋のね、なんて言ってんでしょう、フライヤーというか広告というかチラシというか何ですかね、はい、うん、あれを今デザインしていただいてね、ええ、ちょっといろいろねいい感じで制作中でね、うん、はい、ちょっとずつ今ねいい感じにできてきてますよ、お会いした方には配ってます ね、うん、ね、まだねちょっとなんだろう、完成品ではないの、あ、でもまあほぼほぼ出来上がってますよね。自分らにとても十分な内容、十分な内容ですよね、うんうんうん、ただねやはりね、いろいろこだわりがあるので、うん、ちょっと細部にね、はい、こういう風にしたらいいんじゃないかとかっていういろいろね手直しもいただいて本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、シュプリームさん、 Wi-Fi の調子が最悪やって、どこにいるの、どこにいるの ね、 ね、 ね、うん、ちゃんと入らないのかな、うん、はい、はい、Wi-Fi も滑ってるのかな、うん、沖縄大好きさん、直木屋カレンダー僕の家の壁に吊るしてるっすって、ああ、結構皆さん、まあ、うんうん、持ってらっしゃいますね。そうだね、はい、うん、あ、で沖縄大好きさんが、はい、あ、じゃない、あ、同じかな、うん、吊るしてるっすになってるけど、うん、あ、僕の家の部屋 の、うん、部屋の中だよね、うんうん、家の壁っていうからさ、うん、ちょっと一瞬外かなって思ったけど、違うよな、中だなと思いながら、うん、はい、はい、埼玉の郷さん、脱衣所に直木屋カレンダーを貼ったのは奥様だそうですよ。あ、なんと見られたいってことかなあれそうなの、まあね、やはりね、うん、読谷地ということで、うんうんうん、ね、まあこうね、読谷村の、ね、うん、こう同志ということで、うん、でしょうかね、はい、はい、あんつばさん、同志っていいのかなダメなのいいのかな、うん、ダメかな、うん、あ、で、あんつばさん、明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。で、高坊さん、うん、はい、番宣します、うん、はい、はい、じゃあ行きますよ、はい、高坊のキックオフになんとウィークリーコンビニラジオのパーソナリティー安さやかさんがゲストにお招きしま、あ、ゲストにお招きし、安さやかさんをゲストにお招きします。あ、そうです、高本さん、土曜の16時から16時26分まで皆様よろしくお願いします、うん、ということで、はい、はい、うん、ぜひね、そう、うん、高本さんの、うん、番組は結局あれですかね、今配信生でってことですよね、はい、うん、生で ズームですね、うんうん、ああそうかそうかそうか、あの、まあ、サテライトスタジオからで言うんですかね、はい、ズームで、はい、16時から16時26分まで、はい、ね、やっぱり生はいいですよねって誰かが言ってたけど、うんうんうん、どっかで聞いたことある、どっかで聞いたことある、あの、はい、まあ、木曜日の、はい、ね、24時から、ね、やってる方ですかね、はい、はい、はい、そうなんですよ、うん、でだからあれですね、ツイキャスもコメントできるってことですよね、うんうん、見れるってことですね、で、リアルタイムでね、はい、ぜひぜひお聞きいただけたらと思います。はい、高坊のキックオフという番組です、うん、土曜日16時から16時26分です。はい、はい、はい、あれ、なんかペーターさんがギャって言ってるけど何があったんだろう猫でも踏んだ、わかんない、どうしたんだろう
あ、あ、カープボーイさんが K&K のミュージックキャノンで似たようなことやってるよ、うん、ラジオではずっと曲流してツイキャスでおしゃべりするって言って、ああそうでした、あ、うん、それそうですね、うん、あの僕ら録音したいのを流しましたので、うん、はい、ちょっと違いますけど、ああ、うん、そっかそっか、うん、あれはね、うん、あらかじめ収録したものを、うん、そのリアル電波で流してっていう内容でしたね、うんうん、はい、あ、そうです、カッポイさん、直樹さんはカレンダーひふみさんにいらないって言ったのに、うん、ラジオ機内でもらってきてしまった、僕別にカレンダー使わないからいらなかったんだけどってまあまあそう言わないで、せっかくね、無償で配ってるわけですし、ね、海外にまで送るって言ってますから、うんうんうん、ですね、うん、まあね、まあご家族の方がね、うん、はい、活用していただけたらと思いますよ。奥平大輔さん、おっと吊るしてじゃない、しっかり壁に画鋲で押して、あ、うん、刺してじゃないの、なお、うん、押してか、押して、うん、直木屋カレンダーを飾ってるって。ああ埼玉のゴンさん、お風呂から出るたびに直木屋さんと目が合う。で、高坊さん、ツイキャスでもご参加いただけますということでね、ぜひぜひご覧ください、うん、あ、ね、埼玉の郷さん、生高坊似合ってあ、高坊さんが言ってます、ビールもラジオも生がいいですねということで、はい、まさにあのキャッチですね、これはね、そうだよね、うん、まあ、いろんな意味で ね、ロアさん、大子さんの、ね、はい、奥さんはミッドナイト、うんうん、ミッドナイト王国でよかった、うん、ね、あのサブパーソナリティ、はい、のロアさんです、はい、こんばんはということで、はい、ありがとうございます、はい、はい、メールの方じゃ、そうですね、はい、そうですね、はい、はい、お願いします、はい、じゃあメールご紹介します、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ダンサーズさん、みそさん、王子こんばん、名古屋からの名古屋ラッキークッキーやしろあき、ここの部分でね、だから、うん、王子どうしたのってね、ね、郷さん聞かれましたけども、うん、はい、ちょっとこの文面見た時に、はい、ああなんか八代亜紀さんのね、この文字見た時に、うん、ちょっとね、なんかちょっと心にしみるものがね、うん、あってね、ずっとこう、考えちゃったんです、考えてたので、うん、ちょうどね、そうなのよ、うん、ね、先ほどもちょっとね申し上げましたけども、こう今日ね、亡くなられたっていうね、そうなんですね、今日というかね、亡くなったのはもうちょっと前なんですけど、うん、すニュースとして流れたのが今日ですよ ね、うんね、うん、ということもありましたね、ちょうどこの八代亜紀さんという文字でね、ちょっとね、なんかジンときちゃいましたね、うん、王子もこういう清らかな心を持ってますので何も言わないね、だからそういう、それでもちゃんとね、感じるものがあるってことですよ、清らかかどうかちょっと微妙なんですけど、そうなの、はい、はい、メールの続きいきます、はい、お願いします、ラッキークッキーもんじゃ焼き、アニメラッキーマンの主題歌の歌詞、それを歌われたのが八代亜紀さんでした、お、改めて沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、あ、何回も宣伝してくれてるね、沖縄大好きさん、うん、テーマ、フリーということで驚かれた方もいらっしゃると思いますが、ネットニュースで八代亜紀さんが病で、昨年亡くなられたと知りました、そうなんだよね、だから王子ちょっとこう胸にね、ジーンとくるものがあったんですよ、僕が八代亜紀さんを知ったのはラッキーマンでした、とってもラッキーマンが放送、とてもラッキーマンが放送されていたのは僕が生まれる1年前でした、なのでリアルタイム世代ではありませんが、 CS 放送でラッキーマンが放送されていたのをきっかけに八代亜紀さんを知り、ヒット曲をテレビやラジオを通じて見聞きするようになりました、ラッキーマンの主題歌も好きで耳に残っています、ついてついてつきまくる、それが私だラッキーマン、あ、こういう歌詞なんですね、3人は、八代亜紀さんの曲は聴かれていましたか、印象に残っている楽曲、これは聴いてほしい楽曲などはありますでしょうか、僕はラッキーマンのオープニングとエンディングの両方です、どちらも八代亜紀さんが担当していました、八代亜紀さんありがとうございました
という、ね、メールでございますけども、でもね、八代亜紀さんはねやっぱりあの船歌でしょうね。なんか私はやっぱり雨の慕情ですかね、やっぱりね、ここはそのやっぱり世代でね、まあまあまあ、そうですね、ヒット曲ですからね、ね、やっぱり演歌と、ね、言うとね、やっぱり八代亜紀さんをね、思い浮かばれる方がたくさんいらっしゃると思いますけども、ね、昔はよくね、こう歌番組たくさんあったじゃないですか。ありますよ。でもその時には本当に、ね、よく見かける、ね、演歌歌手のお一人でしたから、ね、まあ、私たちの世代ならもう必ず見てたような、ね、感じだと思うんですけどもね、まあ、とても残念で、ね、ございますけども、うん、あ、そう、カープボーイさんがね、八代亜紀さん1回だけコンサート見に行ったって、小学生の時にお母さんが好きだったかな、あの当時はまだハンビー飛行場跡で、あの辺が新地の時だった、そこを舞台を作って歌ってたって、チャタンのところっていうことで、あ、ハンビーのところですかね、チャタンの、あ、そうなんですね。あ、でなんかラッキーマンってジャンプ世代よって、あ、アニメのあの、そうそう、ジャンプでありましたね、ラッキーマン、あれを八代亜紀さんが歌われたんですか。なるほど、ラッキーマンって知ってる。ラッキーマンってね、なんかね、ちょっと今思い出しましたね、あったあった、ね、なんか結構前向きな漫画でしたよね、そうそう、そうなんですよ。じゃあいいですか、メール紹介します。はい、旧名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。元旦の日のまさかの能登半島地震。地震、倒壊した住宅、火災で焼失した住宅、奥様と3人のお子さんを全員亡くされたという男性。復興の目処も立たず、避難所で不自由に過ごされている被災者の方々。1月8日時点で死者168名、行方不明者323名、今ちょっとね数字変わりましたけどね、ニュースの映像を見るのは辛いです。人生何が起こるかわからないですね。私にできることは義援金を寄付するしかないので、しっかり寄付したいと思います。地震で犠牲になられた方々、被災された皆様に心からご冥福とお見舞いを申し上げますということです。はい、はい、ね、本当、ね、もうでもなんでしょうね、この自分の中でどう、ね、こう支援とか、まあ、義援金とか、いろんなスタイルがあると思うんですけどね、いろいろやっぱり日々考えさせられることはありますね。こう立ち止まってばっかりいてもいけないし、でその、まあ、もちろん募金というか支援、ね、あの義援金とかいろんな形もありますけれど、まあ、自分の中でちょっと考えたのは、ね、やっぱり経済をやっぱり、ね、こう滞らしちゃいけないっていうところもあるのかなと思ったりね、そうでしょうね、あれ今あれですね、あのボランティアの方の、あちらの、ね、地域への、なんていうの、お手伝いもちょっと制限されてるみたいですね、まあ、まだね、結局ね、道路とかインフラとかがまだきちんと整備されてない以上は受け入れするのがやっぱり難しいところはあるんでしょうね。だから車での移動もやめてくださいっていうね、その渋滞が起きるってことですね。本当に渋滞してね、大事なところにいろいろなね、支援とか、ね、救助が行き渡らないっていうのが一番大変ですからね。そうですね、はい、うん、一応FM ギノワの方でも、はい、義援金の、あ、そうですね、FM ギノワの方でね今、義援金をね集めておりますので、もちろん番組からもね、としても協力させていただきました。はい、はい、念のためですね、このコメントを入れさせていただきますね。はい、はい、あ、ツイキャスご覧の皆様はわかるかと思いますけれども、 FM ギノワに募金箱設置、口座振込は、口座信用金庫普天間支店普通預金0250471株式会社ですね、FM ギノワン代表取締役山内一郎というところで、ね、お振り込みでもいいですし、FM ギノワンにスタジオを覗かれた方は募金箱にね、はい、ご協力いただけたらと思います。はい、まあね、はい、これ以外にもたくさん支援の形はありますのでね、はい、またそれぞれが考える支援のスタイルございますので、ね、何かできればと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介します。はい、ダンサーさん、みそさん、
摩擦抵抗ゼロエクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマフリーってことで、雪山生活中の楽しみはもちろん滑ることと、あ、王子の代名詞ではないですか。あー、滑ってないけどね。そう、スノボを滑ることと、寮には若い女子がたくさんいて、この女子たちとのトークや夕食の飲み会なんですが、連日の早朝出勤と残業でヘロヘロなところに女子からの誘いとはいえ、毎晩のように飲み会をやっていたら体が持たないので、ああ体が持たないです。ちょっとこれ、あの、違う意味でいいですね。そういった違う意味でいいですね。うん、だからそういった、ね、あの女子とのこう飲み会ができるっていうね、うんうん、でそこで某ごっくんちょマスターよろしく、寮に仮想スナックを開店しようかと。ああそこだけたくさん、ね、女子もいらっしゃいますからね。その名もスナックあかり。明かり、明かり、明かり、どういったあれなんだろうね。スナック明かり、なんで明かりなんだろう。ママの名前が明かり、ねね、部下でありスノボ仲間であり底なしの主語である明かりちゃんをママに。あ、やっぱり明かりちゃんなんだ。やっぱりなるほど。毎週水曜日夜、明かりママと自分が木曜日が休みなので飲み会をしようかと。あ、なるほど、今から楽しみです。あ、毎週水曜日読んで、ね、楽しそういいね、うん。ちなみに王子のお気に入りのママの名前は何ですか。あの、そこ聞くんだ。あのね、王子ね、名前忘れちゃったんですけど、すごいかなり前なんですけども、はい、あのこうバスへのね、あのこうスナック、バスへのスナックスナックが あ,、ね、うん、ありましてね、はい。年頃はどうかな、あの私がまだ20代だったかもしれないですけども、はい、やっぱ40代ぐらいのママだったと思うんですけども、大体ああいうお店ってこう、ね、お店出るときにですね、はい、あの、なんていうの、お迎えっていうの、なんていうの、うん、あので、外前出てきてくれたりとかしてね、あの挨拶、そうお見送りしてくれるんですけども、うん、ね、そのママがね、はい、すっごい酔っ払ってて、その時王子ね、あのジャージ履いてたんですね、うん、はい。なぜか知らないけど、ジャージを押されて、あのお尻にキスをされたんですよね。そうだけどね、それは覚えてるんだけど、うん、ママの、うん、名前が思い出せない。なんで、いや、なんでかわからないんですよ。だからかなり酔っ払ってらして、うんうん、そのお見送りの時に、うんうん、なんか知らないけど、うん、ピッとこう下ろされてね、うんうん、お尻にキスされたっていうね、うん、その思い出があるんですけど、名前がわからない。名前がわからない。滑ってます。場所はわかります。今もあるんですか、うん、と思うんですけどね、うん。今は行ってないんですね。全然だから行ってなくって、うん、もうその若い頃ですから。まあ、もしかそっかそっか、うん、20代の頃でずいぶん前じゃないですか。だからね、名前もわからないけども、お尻にキスされたことだけ覚えてます。その滑ってます。その次には行かなかったんだ。あ、その次？うん。だ、多分その次。行ってたと思うんですけども、記憶もないですね。そのしょっちゅう通ってたってわけじゃないもんですから。うん、うん、だから、ね、でもきっとママは楽しかったんでしょうね。でもね、楽しくても、ね、楽しくて思わずお尻にキスしちゃったんですね、うん、だけど覚えてないと思うよ。あ、酔っ払ってるからね。そう、うん、酔っ払ってるから。あ、そうか、うん、まだシラフでそれだったらね、うん、こちらもねやめてぐらい言うんですけど、ね、ヘベレケでしたからね。うん、そういう思い出がありますね。まあきっとママも楽しかったということでいいんじゃないでしょうか、ね。だけどシュプリームさん、いいな、なんか毎晩のように飲み会だよ、ね、なんかね、女子と、うん、そういう生活が王子もしてみたいわ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあメール紹介します。はい、はい。王子みそさん、ダンさんさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。2024年も確かアンツバだったような気がしてる。アンツバです。いや、多分アンツバさんだと思います。うんうん、はい。テーマフリー、今日から仕事始めで、仕事やる気ないんだろうなって思ってたら、正月休みに畑仕事していたせいか普通に仕事をこなしてました。あれ、なんかそう、あんつぼさん、私別のラジオで聞いたんですけど、はい、なんか畑仕事してたの、あれ仕事じゃなかったんですね。副業？え、なんだろう、仕事、畑仕事は仕事じゃないの、なんだろうね。はい、はい、皆さんは、うん、今年はこのイベントに行こうとか、ここに旅行行こうとか決めてますか？
自分はコロナ感染拡大前に東京のリスナーさんとプロ野球観戦行きましょうねと話してからコロナ禍でずっと行けず、去年は行事などの再開で忙しくなり行けなかったんですね。今年こそは行こうと日程を調整していますが、20年ぶりに名古屋にも行きたいですね。はい、はい、うん、ぜひぜひ、うん、その時は王子あっちこっち案内しておごってね。おごってね、おごってね。じゃああっちこっちは行くよ、あっちこっち行くけど、おご案内しておごってね。ね、王子のね持ってるね、はい、子供銀行のねお札ではねどこも通してくんねんだよね。お黙り。子供銀行じゃダメだね、うん、これ使えないよって言われちゃうから ね、えあんつまさんがねツイキャスでも、はい、兼業農家ですねっていうことで、あ、そういうことね、うん、なるほどなるほど、はい、で、カーポーイさん、サトウキビ畑は大体趣味っていうか、え、わからないけどうちも昔あったよ、農業やってるってわけじゃないけどサトウキビ畑はいくつかあったって。おー、おー、うん、そうかそうか、兼業農家さんなんですね、はい、だからお仕事もするけど畑仕事もやるんですね、うん、ありますよね、兼業されてるね、うん、うん、そうですね、リスナーさんでもリスナーさんでも他にいらっしゃいますか、お米作ってね、あ、また別に会社員してる方もいらっしゃいますね、兵庫県のリスナーさん、ね、なんて言っちゃうのかっ、ね、はい、っていう方もいらっしゃいますからね、はい、はい、ありがとうございます。あ、でだからあっちこっち案内しておごってねって、あんつばさんが名古屋来た時はよろしくお願いします、うん、案内はしますよ、怒ってね、案内しますけど、ね、違う方面行っちゃまた怒られちゃうけどね、怒られちゃうね。だって高本さんがさ、うん、ね、王者飲み会の後の何を意図していいですねって言ってるのでしょうかって、ほう、何を意図してって、それは言わなくても高本さんは分かるでしょうと。それはもうね、先ほどのあのスナックのママと一緒ですよ、ヘベレキになってくれないかなって思うだけの。あ、シュプリームさんがね、スナックあかりもバスへのスナック設定なんだって。なるほどなるほど。そうするとあれ、ママもヘベレキになっちゃう。でも主語って言ってたよね、うん、ってことはお酒お強いんですね、お強いってことはあの、うん、王子負けちゃうよね、うん、王子負けちゃうかもしれんよ、うんうん、ってことはこれ、ね、王子が逆なの、あの逆にあのママにキスしちゃうの。ママのお尻にキスしちゃうの。いやでもそれはダメでしょう。ママがやる分にはいいけど、お客さんがやったらダメでしょう。ああ、はい、そういうことね、うん、あ、であんつぼさんがね、オリジンお笑いライブ石川も延期になって、うん、来週純駆動書店でチャリティーライブすることになりましたね。そうみたいですね。ああ、うん、そうなんですね。で実は私たちもですね、はい、この石川のライブ、うん、行こうとしてたんですよ。ホテル予約してたんですよね。ホテル予約してたんですよ。まあ、ちょっとね、うん、悩むところですよね。なんかこのホテルをキャンセルして、やっぱりこうやって風評被害とは言いませんけど、やっぱり、ね、金沢の街の中でも本当に何の影響もない場所もあるので、そうなんですよ ね、うん、これで観光客が行かなくなるっていうのもどうなのかなとかいろいろ悩んだりもしたんですけど、うん、でちょっとやっぱり目的がそのお笑いライブ のための宿泊だったので、うん、ちょっととりあえず一旦はちょっとねキャンセルして、まあでも、ね、うん、延期っていう話、そうそう、だからまたね、うん、あの機会をっていうか、またねその日にちでまた考えていければなと、ね、JTA で行くってやつでしたので、はい、ぜひあの名古屋、うん、ね、JTA、はい、就航してますからね、名古屋でやることもあるでしょうね、うん、あると思います。あの大阪でね、ベビーさんや首里の木さんにはもうぜひやってほしいということは伝えました、うんうん、ね、なのでいずれもあるんではないかなと思っております、ね、まあ多分石川も、ね、うん、きっとまたね落ち着いた時にやるんではないかなと思います、うん、そうです ね、そうなんですね。じゃあチャリティーライブということで、うん、はい、まあ、まずはやっぱりそこからですよね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では一旦、うん、CM ですね。いきますね。はい、はい、CM の後は名古屋は栄養です。はい。キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓 FM
ェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。名古屋は栄養コーナーです。はいはい、うん、はい、ちょっと私いいですか、はい、いいですか、はい、どうぞ。名古屋ではないんですけども、はい、まあ、東海地区ということで岐阜ですね、はい、この前たまたまテレビ見てたんですよ、うん、某 T 会テレビなんですけど、うん、T 会テレビね、はい、を見てたんですよね、はい、そしたらですね、なんと沖縄に関係のあることをやってて、うん、あ、そうでした、そうでした、そうそうそう、岐阜市内なんですけども、うん、はい、沖縄料理を提供されている居酒屋さんがあったんですね、はいはい、その、うん、そこのご夫婦が、はい、沖国大出身と、うん、で、うん、旦那さんが岐阜の出身、はい、奥様が福岡県の出身の方だったんですよね、はい、うん、で、まあその沖国で、うん、知り合ってお付き合いされて、うん、まあ、結婚することになったんですけども、うん、で奥様の方が、女優さんなんですよ。おう、 で、うん、で実はびっくりしたのは、ここでびっくりしたんですけども、うん、琉球銀行の CM に出てるっていう、はい、うん、あ、うん、そうだ、うん、そうでしたね、そうそうそうなんですよ、うん、琉球銀行の CM で、はい、3人並んでるんですよね、女性の方が、うんうん、主婦の格好された方が、うん、左側にいる方なんですけども、あれは何ですか、従銀キャッシュレスでしたっけ、ね、何でしたっけ、中市の CM だったと思うんですけど、ダメダメってやつですか、そう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 、うん、でラジオでもやってて、テレビだとね映像流れてますけど、いや、まさかその岐阜にその従銀の CM に出てられる方がいらっしゃるんだということ、まあ、奥様はでも沖縄に住んでらっしゃるんですよね、確か、まあ、でも行き来されてるんじゃない、あ、そうそうそう、言ってました、岐阜と沖縄を、その、うん、旦那様が岐阜の、うんうん、岐阜にその、ね、沖縄料理のお店をやられてて、うん、そうですね、はい、で奥様は結局沖縄の方で、うん、っていうことで、まあ、別居って言ったらおかしいですけど、まあ、要は行き来して生活、まあ、別居婚ですかね、別居婚って言ってましたね、ご本人で、うん、って言ってましたね、はい、っていう方がいらっしゃって、まあ、はい、岐阜にはなるんですけども、うんうん、いや、びっくりしましたね、ねえ、比較的近いところでこういう風にされていらっしゃる方がいて、うん、うん、ね、驚きました、こんな繋がりもあるんですね、まあ、そうですね、あるなと思いまして、ね、それが驚いたってことですね、うんうんうん、ね、はい、まあでも、ね、テレビでも見ましたけど、やっぱりね、沖縄料理のお店っていろ、まだまだいろんなところにあるんだなっていうふうに思いましたのでね、はい、ちょっと調べたんですけど、岐阜駅、JR 岐阜駅から徒歩20分ぐらいのところにあるお店でした、うんうん、それ居酒屋さん、はい、夜は居酒屋 で、 夜は居酒屋ですね、お昼は、お昼はちょっと毎日やってるかどうかわかんないですけど、まあランチがあって、うん、っていう感じですね、そうですね、そばとかタコライスとか、はいはいはい、テレビでは、うん、テレビではフーチャンプルやって、うん、出してましたけど、うん、
じゃあまあオールマイティーにいろんな、ね、沖縄料理が出てくる、まあ、ね、なんかオリオンビールもあるみたいな、ねね、ちょっと気になるから行ってみたいなとは思ってるんですけどね、出ました、はい、うん、はい、もう T 回テレビでやってました、うん、T 回テレビ、はい、私はあれですね、あの、はい、奥さんにお会いしたいですね、はい、うん、どうしたい、そういう女優さんにですね、あ、だったらあの、うん、YouTube で上がってますんで、はい、あ、そうそうそう、あの、うん、あの琉球銀行の CM、はい、YouTube で見ていただければ、ちょっとチェックしますね、はい、ではあの言っときますけど、うん、主婦の役ですからね、はいはいはい、はい、うん、なんかじゃあ王子なんかいろいろ考えてるだろうなと思ったから、うん、あえて言っときますが、いや、まあ主婦の方でもまあね、うん、いらっしゃいってことでね、いらっしゃいってことでね、何をいらっしゃいなのかよくわかんないんですけどね、まあ今いろいろね、はい、ありますよ、いろいろありますよね、はい、もっと具体的に、なかなかこれでは放送には載せれませんねえ、ね、旦那さんに怒られちゃうよ本当ねえ、はい、あの、はい、高尾さんが王子イエローカードってほら、え、なんで、なんでイエローカードなの、うん、まあ、そういう男の願望じゃございませんかね、え、もういろいろで、カープボーイさんがね、あれ名古屋のコンビニ行って沖縄のポーク卵みたいに天むす売ってたりするの、久しぶりに天むす食べてみたいなっていうことでね、 確かに、なんでしょうね、天むすいろいろ売ってますし、うん、ね、うん、うん、コンビニもあるんですか、テムスって。コンビニは見たこと数回しかないですね、常時売ってる感じじゃなくて、うん、多分そうでしょうね、うん、うん、うん、あれも多分あの仕入れるこの店長さんによっていろいろ変わると思うんですけども、うん、同じね、例えば同じあの店舗のそのお店であったとしても、うん、置いてある置いてないがありますので、はい、うん、そこの、うん、店長のこのチョイスによってだと思いますけど、うん、あのあれですよ、名古屋の近鉄の駅 の、はい、あのファミリーマートに普通に天むす売ってますよ。あ、そうなんですか。でもちゃんとあのなんてメーカーメーカーのっておかしいな、はい、うん、なんつったらいいんだろう、そのコンビニのお店のじゃなくて、うん、天むす屋さんの天むすが売ってます。おお、いいですね、いいですね、うん、いいですよ、うん、いいでしょとか言ってね、なんていうの、本格的なっていう感じですよね。あ、そうそう、はい、ファミリーマートなんですけど、うん、駅弁が売ってるファミリーマートなんですよ。あ、うん、そこに天むすも売ってます、うん、はいはいはい、うん、私はそこで天むすを買って東京に持ってきました、うん、ああ、ね、なんですよ。ただやっぱりね、数がたくさん置いてないんですよね、そういうところって。その結局コンビニの一角にお弁当コーナーがあって、うん、はいはい、っていうか、で、そうなんです。だからたくさん買っていこうと思ったら、はい、前のお兄さんが1個買ってあと2つしかなかったんです。あ、まあその東京へ持ってったということで、うん、東京からこんばんはということで、うん、ブギー街道さん、はい、うん、あ、本当だ、はい、はい、こんばんは、こんばんは、お久しぶりじゃないですか、ブギー街道さんね、ご無沙汰しております、ね、はい、はい、あ、でさっき王子イエローカードが、うん、今、うん、エロカードって聞こえましたごめんなさい、滑舌悪いだからみんな見たあれエロカードペーターさんがエローカードだった。あ、ごめんなさいね、イエローカードです。まあまあ王子にはエローカードでもいいかもしれないですね。え、はい、ということで名古屋は栄養コーナーでした。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。はい、こちらはですね、美奈子さんからですよ。ありがとうございます。王子の介護をしていただけるというね、ありがたいことでございますよ。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。私が気になっていることは、王子の奥さんは王子の滑りをどう考えているのかかな。あのね、というかね、まあ、私ですね、はい、まあ、宮殿の中にいてもね、空気の存在というよりかですね、まあ、空気中にあるほこりみたいな存在だと思われてほこりみたいな存在みたいでね、もう近寄りがたいのか知らないですけども、はい、私の周りには誰一人おりません
なんか邪魔にされてるのか無関心にされてるのかよく分かんないですね。まあ、多分無関心ですから、もう今言われた通りね。だからもう滑りがどうのこうのね、レベルじゃございません。本当に。うん、周り見てもあれ誰もいないなみたいなね、気配は感じるけどどちらに皆様はね、お見えになるのかわからないっていう。なんか高本さんが王子の奥様は手のひらで滑らしてるんでしょうねって。あ、多分ね、もうそれもしたくないんだろうね。え、めちゃくちゃなんか大丈夫かな、まあ、そういうことももうね、関わりもしたくないみたいな。あ、いいのかな。だからね、分かるでしょ、うん、私の、ね、ずっとお話がね、まあ、そういった具合でですね、宮殿の中の放置プレイでございますのでね。でももう高尾さんがズバリ言ってるよ、完全放置プレイって。ああそう、放置プレイですね。あ、そうなの。だからね、はい、そういうふうだともう夜な夜なですね、うん、まあ、そういう違うお姉様方のところでね、うんうん、ハッスルしないといけないなと思って、うんうん、もうますます放置プレイですね。いや、でもね、おしゃべりするだけでもハッスルでございますよ、本当に。で、あ、そういうことね。だってセクハラです。セクハラじゃないじゃん。だ、何にもだって、ないんだもん。だって何もこう、だからお姉さん方とおしゃべりするだけだから何もないってことね。そうですよ、うん、でその後ですね、この美田子さんのメールです。きっと疲れてるのかな、それとも聞き流しているのか、私は王子と新春対談がしてみたいです。新春対談、はい、うん、はい、だよね。だから王子こうおしゃべりすることがしたいもん、ね、だからもう今の美奈子さんも正解、ね、聞き流されてるとかさ、うんうん、まあ、そんな感じですよね。宮殿の中ではそうでございます。もう誰一人としてね。なんかさ、宮殿の中のさ存在感ったらね、え、全然ないよ。ないよ、王子の立ち位置よ、うん、立ち位置はないよね、本当に。王子じゃないのだって。いや、一応だから自称でございますね。自称なのね。だからね、埼玉の郷さんが、うん、王子の家族はサイヤ人なんでしょうね、気を消せるからって。そうだね、ね、私に分からないように、分からないようにという感じでね。高尾さんがお話だけで済むのですかって言ってるけど。ああ、いや、さね、それはその、ね、さっきのね、シューブリムさんのねメールじゃございませんけどね、やっぱりちょっとこうお酒が入ってね、うん、いい気分にね、お互いにならないとね、うん、もっと盛り上がった話はできません。いい気分ってどういう気分なんですか。いや、ちょっとこう酔いしれちゃうっていうの、ちょっとこうで、お酒も入って、うん、高揚するっていうの、そういう感じですよ。それがお酒飲んでもシラフでさ、うん、ね、お酒強くてガン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 来られてもね、うんうん、もう王子ヘベレケになっちゃう、もう。ふざけるな。知らない間に退場になってますから ね、 ね、お話だけ済むんですかね。しかも高本さん、神はすべてお見通しです。え、で、あ、で埼玉の郷さん、うん、王子の立ち位置は庶民ですか、果てって。それはですね、うん、違いますね、はい、うん、庶民ではございませんけども、うん、はい、うん、なんかこう阻害されてるっていうか、ね、阻害されてるっていうか、さ、お顔が紅葉って書いてあるけど、ああ、そうだね、うん、もうなんか赤いですね、うん、映像見てますと。そうだね、赤いな、赤いな、赤いですね、うん、うん、ね、なんか違う意味で興奮しちゃったかな。興奮してるんですか。興奮しちゃった、うん、なんかね、あったでしょ、うん、ツイキャスでもね、はい、うん、高尾さんだね、うん、ますます王子興奮してますってこう、あー、なんかそのお話だけで、うん、妄想が広がって、あ、そうか、今日赤いね、赤いね、本当ですね、今日あれかな、何ですかね、この、うん、画像を見ましたけど、今赤いですね、赤いね、どうしたの、ね、お酒飲んでないけど赤い ね、だからみんな間違えちゃうんだろう ね、酔っ払ってるのって。そうそうそう、全然ね、シラフですよね、うん、でもちょうどこの照明がいい位置に、ね、ありますんで、はい、うん、健康的に見えるんだよね、多分ね、そうそうね、これライトで今照らしてるんですけどね、ちょうど王子のとこ真ん中だからね、うん、いい感じにライトが当たってるんですよね。女優さんのようにね、うん、女優さん、うん、女優さん当ててるじゃない、はい、うん、その一緒ですよ、ね、あれなんですよね、はい、ダンサーズの前に蛍光灯だから若干白っぽいんですよね、こちら白っぽいんですよ、園子さんみたいですね、はい、懐かしいね、うん、懐か
しいね、うん、まあね、そのコライトってありますよね。あでも本当本当、あのダンサーズあれだよね、白く見えるね。ね、だからちょうど、うん、あのね、あの、うん、パソコンとかあの、うん、あの画面上の関係でね、うん、あのあちらは蛍光灯なんですよね。特に首元が白く見えます、ね。本当ですね。うん、そのいいです、そんな色白をそんなにアピールしなくて大丈夫ですから。はい、はい、続いてですね、はい、ダンサーさん、みそさん、2004年マスクちゃん、リスナーの皆さん、こんばんは。埼玉の GO です。あれ最近これないね、 GO ですが、ジャパン、うん、そうそう言って言ってもう一回、はい、はい、埼玉の GO です、ジャパン。ちょっと今合ってないでね、もう一回やり直し、どれを、はい、いきます。はい、はい、埼玉のGO です。キッパーン。こんな感じでいいですよね。OK です。はい。キウナゴの皆さん、今年もよろしく、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お願いします。さて、テーマがフリーということで、はい、早く夏にならんかなと毎年のようにぼやいている埼玉です。まあ、でも同じくです。私も寒いの嫌いなので、うん、早く夏にならんかなと思います。かわいやだけど。僕は基本帰省は夏しか好きではありません、身につけるものは少なくて済むし、夏の暑い時に飲むキンキンに冷えたビール、島のロック、うん、いいですね、最高ですね、うん、もちろん夏は洗濯物はすぐ乾くし、うん、日照時間が長いから一日得した気分になるからですよね。あ、わかりますね、一日長いの幸せですよね。あ、早く夏にならんかな。寒いよね今ね、うん、あの2日ぐらい前でした、あの名古屋も雪降りましたよね。ああ、ちょっとちらつきましたね、うん、ちらつきましたね、うんうん、で岐阜の方なんかも結構積もってたって言ってましたんで、うんうん、まだこっちそれぐらいなんですよね。もう寒くて寒くて、今日あれですよ、名古屋の最低気温マイナス 1.4 度ですよ、うん、そうで、私昨日夜に、うん、不覚にも洗濯を干してしまったんですね。はい、朝、うん、ベランダ出たら洗濯物凍ってました。カチンコチンだよね、はい、凍ってました。凍るよね、うん、でもちゃんと今日一日太陽に干したら乾きました、うんうん、やっぱりこんだけ寒いからかな、王子ね、おトイレも近くなってるんだよね。あら、そう、うん、これ別に老化現象っていうわけではございませんので、まあ、ただ寒くてね、トイレ行く回数が多くなってんだろうなと思うんですけど、それ頻尿ですよ。あ、廊下とかそういうことじゃなくて、あ、そうなの、ちょっと埼玉の郷さんがひらがなで書いてるからちょっと笑っちゃった今。そうなの、頻尿って書いてる。それはまたあれじゃないですか、本当に。はい、続いてのメールいきます。はい、はい、続いてですね、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。9年中はいろいろお世話になりありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お堅いですね。フリーメッセージの本題ですが、はい、雲寺と西町の放送局の番組で公募した内容になりますが、私の今年の初夢は、以前働いていた会社で突然リストラされた後にさまよい続け暗黒の中を歩いているよというとんでもない夢を、見ましたが、お三方の初夢はどんな初夢の内容でしたか。あ、ちょっとね、実はラジオ投稿してボツになったんですよ。はいはい、変な夢だった。実はですね、はい、なんか知らないけどベンビーさんをプロデュースしてるっていう夢を見ました。で、自分がプロデューサーになってて、すごいね。私でもなんか学芸会みたいなところでなんか舞台でなんか主役の次ぐらいの役をやってたような夢でしたよ。なんか学校の体育館みたいなところで、ただね、メンバーをね忘れてしまったんですよね、夢初めて、なんかメモしないと忘れちゃうね。自分でもね、その夢ね、嫌だなと思ったの、うん、なんでなんか偉そうに、うん、メガホン持って、うん、なんだろう、プロデューサーとかディレクターが座る、あれ椅子で座って、うん、足組んで、うん、腕組んで、うん、なんか偉そうに自分が喋ってる、うん、自分が嫌だったな、あれ。そうなの。夢だからしょうがないよ、まあ、まあね、自分でも嫌だなと思った。あ、王子の夢は、王子の夢は、うん、また来週、はい、エンディングです。
来週のテーマは中華料理。来週のテーマは中華料理です。お好きな中華料理などのエピソードお待ちしています。この番組は陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋熱田トリプル8、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町クッシャン芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市中田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。来週は中華料理ですよ。はい、閉店。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ね、あの王子の初見はね、また次の週にね、うんうん、お伝えしますね。覚えてる？それで覚えてるよ。それがね、あの初めて見た、うん、あのなんていうの、うん、はい、ということで、はい、はい、閉店ガラガラまたね